柏レイソルに完全移籍、出場機会になかなか恵まれない日々だったと。迎えた8月15日の愛媛 FC 戦で後半からピッチに立つと2ゴール、はい、最高でしたね。やっぱ努力してきてよかったなって思えた瞬間でしたね。大学卒業後2008年に、はい、まあ、古巣ベルディに加入と。加入のきっかけは、加入はもともとやっぱりベルディでずっと10年間育ったので、はい、やっぱベルディに戻りたいっていうベルディ愛から、うん、他のチームも横浜 FC の強化指定とかになってましたし、はい、あと柏レイソルとか何チームか他に話し合って、はいはいはい、まあ、ベルディからも話し合ったので夏ぐらいにもう決めたんですよ。そのベルディからオファーが来るわけですね、はい、それはもう3年生ぐらいの時ですか？そうですね、もう3年生ぐらいの時から。その時はどう思ったんですか？いや、めちゃくちゃ嬉しかったです。嬉しかったですか？はい、そのためにトレーニングとか、うん、ずっと作家のために生活してたんで、うん、すごく嬉しかったですね。へー、そしてプロ1年目から32試合に出場して6ゴールの活躍、はい、プロ1年目から6ゴールですよね、はい、結果残せた理由っていうのは何かありますか？自分の中ではそこまで結果残したとは思ってないんですけど、うん、毎日をこう大事に過ごしていたというか、1年目でも出れてる時と出れてない時もあったんで、はい、それでもやっぱ真摯にサッカーに向き合ってたっていうのがすごくいい影響を与えたのかなと思いますけど、うん、まあ、そして、シーズン終了後ですね、まあ、チームの財政難という影響もありまして、はい、G2 に降格した柏レイソルに完全移籍、うん、これ5チームほどからオファーあったようなんですけれども。そうですね。柏レイソルを選んだ理由は何だったんですか？柏レイソルが J1 から J2 に落ちる年だったんですけど、はい、その J2 に落ちたとしても選手がこう移籍しないっていう話を聞いたんですよ、うんうん、で実際しなかったので、これ行ったら来年 J2 で優勝して、うん、またすぐ J1 に上がれるんじゃないかなっていう思いもあったので移籍決めました。あと魅力的なクラブであるので、うん、はい、決めました。そうですね、柏レイソル移籍後第4節で東京ヴェルディ戦でゴールを決めましたけれども、はい、この時の心境はすごく嬉しかった。1得点1アシストか、はい、途中からして、はい、で、まあ、ベルディ相手だったので絶対決めても喜ばない、古巣なので、うん、はい、喜ばないって決めてたんですけど、はい、勝手に喜んじゃいましたそれはもうストライカーだからしょうがないですね、はい、しかしその後ですね、チームが開幕から19試合無敗と好調を維持する中で、はい、熾烈なですねポジション争いの影響もあって、出場機会になかなか恵まれない日々だったと、はい、この時はどんなことを考えてましたか？いや、この時もやっぱり試合出れなくて苦しかった時期であるんですけど、うん、この時もでもやっぱ下を向かず、うん、じゃあ自分何しなきゃいけないっていうのをすぐ考えたんで、よく終わった後に今布部さん、あの柏レイソル、はい、の GM の、はい、布部さんと毎日のように終わった後に30分ぐらいトレーニングしてましたね。腐ることはなかったですか？なかったですね、全く。まあ、出場機会なかなか恵まれない中でしたけれども、はい、迎えた8月15日の愛媛 FC 戦で後半からピッチに立つと2ゴール、はい、うん、これはもうやってやったぞじゃないですか？最高でしたね。やっぱ努力してきてよかったなって思えた瞬間でしたね。この時の監督ってネルシーニョさんですよね。はい、ネルシーニョ。ネルシーニョ監督に対してのこうリスペクトみたいなものはやっぱりもう持ってたんですか？ありますあります。ネルシーニョさんはもうどの選手もすごい対等に見てくれますし、はい、調子良ければ試合使ってくれるので、うん、だから自分が良くないから使われてないと思ってたので、だから やっと良くなってきて使ってくれたんだなって思うので、その期待に応えられたっていう方が大きかったですね。この試合を皮切りに夏以降16試合で9ゴール、はい、という驚異的なペースでゴールを決めて、リーグ戦24試合に出場して10ゴールを記録、チームの J2 優勝、 J1 復帰に大きく貢献されました。このシーズン振り返るとどんなシーズンでしたか？移籍して難しいシーズンになると思って入って、うん、まあ、最初の方は出場機会少しありましたけど、大体夏ぐらいまで先ほど言ったようになかったので、まあ、そこの期間でやっぱり紆余曲折はやっぱりあったんですよね、シーズンの中でも、うんうん、でもそこでもやっぱり自分のやるべきことをしっかりやって、夏ぐらいから結果出て、うん、でさらに優勝、実優勝できたので、うん、本当に素晴らしいシーズンになったなと思ってますね。はー、ちゃんと見てくれてるんですね。そうだと思います。どこかで、はい、志郎さんが見てくれてたり、はい、ネルシーニョ監督見てくれてたり、うん、そして J1 に昇格した2011年もチームの好調は続いて、はい、史上初の J1 昇格1年目でのリーグ優勝。しかしながらですね、林さん自身リーグ戦10試合で1ゴールと
前年から成績を少し落とすような結果になってしまいました、はい、まあ、J1 の難しさみたいなものを感じました。そうですね、 J1 のレベルの高さを感じましたし、チームは優勝しましたけど、うん、個人的には不甲斐ないシーズンだったと思うので、うん、まあ、その J1 でやれるレベルにはなかったのかなっていうのは感じましたね。そして開催国王者として挑んだクラブワールドカップの開幕戦ですね、はい、オークランドシティは 2-0 で勝利、そして 準決勝はですね、当時ネイマールを擁するサントスと対戦と、はい、これ外から見ていてどうでした、いかがでしたか。うますぎましたね、こんなうまいサッカー選手いるんだっていう。あと10番に元祖っていう、はい、もういて、ね、もう足になんかついてんじゃないかっていうぐらい磁石、まあ、はい、磁石がついてんじゃないかっていうぐらいトラップとかパスうまかったですね。へ、やっぱ違い感じました、そこは。いや、レベルの差を感じましたね。うん、でもその試合出場してないけど、はい、試合後にサッカーマニアとしてあっちのロッカーまで一人で行ってネイマールのユニフォームと元祖の短パンもらったんですよ僕。だサントス時代の持ってます僕ね、今あるの。それはお宝じゃないですか。お宝です。もう普通にサッカー小僧として、へ、はい、行きましたね。チームとしては充実していた2011年シーズンなんですけれども、はい、林さん個人としてはこのシーズン悔しかったですよね。そうですね、全然結果が出ないシーズンだったので。そして12年、はい、翌年ですね、7月夏のマーケットでモンテリオ山形に期限付き移籍と、はい、うん、この移籍のきっかけは、これはまあ2012年の最初から試合に出ることがあまりできなかったので、うんうん、じゃあ自分はもう次のチームを探すしかないなっていう中で、まあ、J2 の山形さんから話をいただいたので、うん、やっぱりプロであっても試合に出場しなければ全く意味ないと思ってたので、うん、その出場機会を求めに山形に行きましたね。うーん、翌年の2013年にはまあ完全移籍して、はい、チーム得点王となるシーズン12得点を記録、そして2017年には恩師西ヶ谷さんが監督を務めるミッドホーリーホックへ移籍、はい、41試合に出場しチーム得点王となる14得点を記録と、はいはい、山形のシーズンと水戸のシーズンですけれども、このシーズン振り返るといかがですか。山形の時はその得点をたくさん12点決めて、夏以降10月ぐらいかな、あのネルシーニョがその時神戸にいたんですよ。これ裏話なんですけど、神戸にいてで電話かかってきて、もう来年お前取るからって言って、移籍であの神戸からオファー出すからって言ってくださって、よっしゃまだ J1 の舞台で戦えると思って、そしたら最後の方に山形で試合出て前十字靭帯切っちゃったんですよ。大きな怪我一回もしたことなかったんで、はい、その時山形のアウェーで試合してで、うん、山形戻って次の日に MRI 取って、うん、これ前十字靭帯切れてるよって言われて、まあ、半年かかる、6ヶ月から8ヶ月、うん、今でも覚えてるんですけどリンガーハットがあって、うん、リンガーハットの駐車場に止めて一、うん、人で泣きましたね。悔しかったですね。まあサッカー選手ね、どのタイミングで怪我するかは誰にも予測がつかないんですよね、はい、 そうなんですね、はい、そして18年には9年ぶりに古巣東京ヴェルディに復帰と、はい、この復帰の決め手は、まあ、2017年に前田大然とツートップを組んで、はい、すごく結果が出て、はい、でそれでヴェルディからまた話をいただいたので、うん、また戻りたいなっていう気持ちで戻りましたね。18年は28試合に出場、7ゴールを決めてチームを J2 プレーオフの決勝戦でジュビロに負けたものの J1 復帰まであと一歩まで迫ると、はい、まあ、このシーズン振り返るといかがでしたか。あと一歩でしたよね。そうですね、すごく充実したシーズンでしたし、うん、特に最後のプレーオフはすごく刺激強かったですね。大宮とも勝たないといけないっていうレギュレーションだったので、自分たちは6位だったので、なるほど、ずっと勝ち続けなきゃいけないと、はい、勝ち続けて、で大宮との試合も一人こっちが退場したのに、うん、勝ったんですよね、はい、で次の横浜 FC の試合は三沢で、うん、絶対勝たないといけないっていう状況で 0-0 のままそのロスタイムまで行って、うん、ロスタイムに上福本がヘッドしてこぼれ球をドゥグラス・ビエルが詰めて、うん、勝ったんですよ、はいはいはい、で最後ジュビロと、はい、これも勝たないといけないっていうレギュレーションだったんですけど、うん、この今の流れならいけるだろうっていう中でやって、うん、もう完全に内容も結果も負けてしまったんで、まあ、一歩届かずっていうシーズンでしたけど、すごく1年間通してロティーナ監督とも一緒に
あ、ロティーナがやってたんですね。はい、やりましたね。ロティーナ2番体制で、自分のすごく選手としてもそうですけど、サッカー感としてもすごくいい位置になったな。また違うんでね、やり方が。その後町田ゼルビア、ザスパ草津群馬などで活躍して、2020年11月に現役引退発表と、はい、この引退の決め手は何だったんですか？特になんか何があったからってわけじゃないんですけど、そのコロナの影響で一回中断したじゃないですか、うん、でその中断期間に自分で体を動かすために自主トレで河川敷を走ってた時に、はい、なんかふともう今年で引退かなって自分の中で思ったんですよ。でもうそっからもう今年で終わりにしようってすぐ決めれたんですよ、僕は。でそれってなんでかなと思ったら、やっぱりそのずっとプロ生活も、まあ、大学の時もそうですけど、本当に向き合ってサッカーと向き合ってきたので、うん、自分でそういう考えをになったことがなかったんですよ。サッカーやめようとか、はい、プロになってから、はい、でそれをなんか一瞬思ったので、あ、もうそういう時なのかなって感じたんですよね、自分で。だから後悔とか全くなかったですね。そして引退から2ヶ月後、2021年の1月に東京大学足木蹴球部の監督に就任と、はい、どういったきっかけなんですか？現役時代の時と、あのプロ、あ、監督、当然監督になってからサッカーの見え方俺全く変わったんですよ。だから深いとこまでサッカーを見れるようになりました。まあ、解説業そして監督業、はい、いろいろやられてると思いますけれども、はい、今後の目標お聞かせいただいていいですか？いずれ J リーグで監督やりたいので